おはようございます、こんにちは、こんばんは、うまい棒です。ではね、実況プレイパート31やっていきましょう。というわけでね、ホームセンター豆粒できちゃいました。というわけなのでね、早速ホームセンター豆粒入ってみましょう。おお、おお、いらっしゃいませ。本日オープンのホームセンター豆粒へようこそ。おお、すげえ広い。やかん、これなんだ、縦書きの症状。へえ、こんなのもあるんだ。おっと、はいはい、あー、すいません。よし、すいません。おお、これなんだ。ちょっといろいろと気になるんだけど、まずこれ何、これ、この絵みたいなやつ。ケケミンよ。あ、これ CD か。てか高いな。どの曲？民謡だね。民謡だね。まあ、買っちゃいましょう。はいはい。いやー、広いですね。お、どうやら右にできてますね。これはもしかして、その、まさかですね。おお、すごい。いやいや、はい、びっくりしました。へえ、そうなんだ。なるほど。へえ、そんなのも。はい、よろしくお願いします。へえ、すごい。すごいですね。はい、ありがとうございました。では、やっていきましょう。今日のラインナップは、まあ、まずこのホームセンター豆粒と、あと、まあ、トタケ系の、トケタタ？トタケ系のね、あと、あ、じゃあクラブ師匠に行って、で、あと髪も切りまして、で、あと、前回買った、何でしたっけ？土偶みたいのを寄贈したいと思います。それで今回はおしまいにしたいと思います。なので今回はしょっちゅう商店街に行くようになりますね。どうも。だから差し入れに決まってんだろう、まったく。よし。このくだりいらないと思うんだけどな。はいはい。お願いします。ここ飛ばせないのかな、これ。よし、始まりました。はい。ムカッと死んでた。はい。ああ、ありますね。はい。おばあちゃんたち。はい。はい。いやー、そりゃいい人ですね。なるほど。はい。なるほど。なんか、師匠のネタ面白くなってますね。はい。はい、増えちゃいましたよ。ありがとうございます。じゃあ、タッチペンと言いますか。今日はお待ちを。よし、タッチペン取りました。じゃあ早速ムカッとするんです。おっとっと、ムカ、おお、これのいいですね。これなんか使えますね。じゃあ次はなんでしたっけ？あ、そうそう。寄贈でしたね。じゃあちょっと手紙取りに行きましょう。そうだな、なんか最近南の島行ってなかったので、そのうち南の島でツアー祭りしたいと思います。ツアーをやりまくるやつですね。それもやっていきたいと思うんですが、それは年明けにやっていきたいと思います。では早速。まずは、
司さんより。ナイスだね、マイボー君。ほうほう、大人の事情ね。司でした。はい、司でしたね。つうかさ、司がいなくなるってことはさ、新しい人来るよね。つうかさ、ウケる。じゃあちょっと、だそうです。ちょっと親が言うのでちょっと静かになります。よし、じゃあね、ちょっと親いるからちょっと、じゃあその早速この彫刻、イニシエの彫刻ですね、ちょっと寄贈しに行きましょう。行ったり来たり大変ですね。あー、大変大変。広場に何かを言うのかな。お、どうしたそこだ。はい、水の言葉。あ、いいよ、挨拶を考えてね。そうな、これでいいよ。明けおめ、まだ年は明けてないけど、明けおめ、明けおめ。おお、はい、そうなだ。おっと、広場になんかはいないようですね。では、やっていきましょう。あー、大変だ。ふぅ。どうやら親がちょっと掃除機かけてるらしいのでね。ちょっと掃除機の騒音がうるさいです。はい、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 お願いします。イニシエの彫刻。はい。え？に、偽物？え？いや、言いません。私は言いません、偽物なんて。偽物なんてあんのかよ。くそー！しょうがない。じゃあ、イニシエの偽物彫刻は、売ろうか。くそー。じゃあ、紙でも切りますか。ふすいませんでした。ちょっと親がね、僕の部屋を掃除そうだ、掃除機かけようとしてたっぽかったので、ちょっと、止めてきました。すいませんでした。はいはい。じゃあ今日はメイクしましょうかね。メイク。はい、ミーね。OK。高い。はいはい。お、いろんなやつがいますね。じゃあちょっと近日も飛び盛りと装置を開きたいと思うので、ハンターのミーをやりたいと思います。はい、オッケー、オッケー。はいはい。うわ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 、あーらっしゃらっしゃー、うわお、じゃじゃーん、出来上がり。自分じゃないみたい。はい、はい。あ、わかりました。はい、お疲れさんです。お、ちょっと、お、親がドアを、じゃすいません。ほら、ハンターっぽくなったじゃないですか、これで。いやー、だいぶ良くなったと思います。
よし。はい、ありがとうございました。じゃあ展示場に行きますか。時間も少し余ったんでね。はい、かしこまりました。ちょっと掃除機の音が耳、すいません、掃除機の音は、すいません、年末の大掃除っていうわけですね。大掃除中に撮ってるわけなんでね、いろいろともノートがうるさいと思います、すいません。はい、ふぅ、よし。じゃあ今回はじゃあこちらの家見てみましょう。お、これまた前回と同じでアイスを集めてますね。わー、寒い寒い。で、2階はどうなってんのかな。お、2階はこれはなんだ、パイプシリーズで集めてんのか。へえ、すごいな、こんなのもあるんだ。なんか家具のバリエーション今作からかなり増えましたよね。いや、すごいですね。じゃあ、あと2軒くらい行けるかな。じゃあ、あと2軒に行ったらもう左のエリア制覇か。よし、行ってみようかどう。じゃあまずこっちから行きましょう。やでやで。お、これまたタイプシリーズ。あ、おしゃれ。なんか大人な感じがしますね。大人な感じですね。おー、和風。すげえ、和風じゃん。ザ和風だわ。すげえ。さつと。ちゃんとテレビも消して節電してますね。えらい。ここは、お、もうクリスマス終わったのにまだクリスマスですね。まあクリスマスの前にすれ違ったんで、しょうがないですか。あ、違う。これ、昨日すれ違ったんだ。はい、昨日すれ違いました。あ、おとといか。おとといすれ違いました。お、すげえ。カラフルで統一されてますね。やっぱこういう統一感があるのっていいですよね、なかなか。僕もね、統一シリーズしていこうと思います。ふっ。やれやれと。え、ちょっとこの人の頭何これ。ドラえもん。ドラえもん。すげえ。じゃあ最後はこの家。で、左エリア制覇。いやー、長かったですね、左エリアだけでも。おぉ、キノコシリーズ。もう、1ヶ月前の。うわー、すごい。じゃあね、今回はここら辺でおしまいにしたいと思います。では、パート32で会いましょう。では皆さん、バイバイ。またねー。